ベルベジンの青木です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。これからご紹介する商品は、8月3日夜21時にアップされる商品です。詳しいことは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。それでは始めさせていただきます。はじめに T シャツですね。こちらはチャンピオンティーです。90s のタグでサイズ表記 XL ですね。でも霜降りグレーに、ラバープリント3段、ナーバル、ポストグラデュエイトスクールモントレーですね。ちょっとここの部分に、左肩ら辺の部分に1点小穴あります。ですがボディ自体特に汚れはなく、生地自体も状態はいいと思います。サイズ表記、この年代の XL なのでかなりゆったり着れる、サイズですね。いいサイズです。こちらの方でお値段が5800円に消費税です。続いてこちら年代新しめのフルーツのタグですね。サイズ表記は XL です。で黒ボディに、ラバープリントで、海賊旗ですね。白のラバープリント、海賊旗普通にシンプルでかっこいいと思います。でバッグは無地ですね。もうシンプルシンプルです。でサイズも XL なんで僕がかなりゆったり着れるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続いて3連チャンで同じアーティストですね。コピーライトこちらの方に入ってまして、テイラーケントっていう、アーティストの方の作品ですね。でタグが、こちらになります。でワンサイズです。まあ、XL ぐらいありますね実寸で。もこちらはテイラーケントのデザインで、グッチとかね、こうちょっと街のこういう風景を描いたりする人なんですね。で可愛い、結構可愛めのプリントです。でバックは、無地ですね。左肩の方にもしっかりプリント入ってます。こちら表記ワンサイズで、まあ、XL ぐらい、かなり僕がゆったり着れるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が12800円に消費税です。続いても、テイラーケントですね。先ほど同様タグは同じです。でこちら、先ほどとちょっとプリント違って、ちょっとこうパレードっぽい、プリントになってます。ちょっとこう花火のねラメなんか飛んじゃったりして、こちらも先ほどでしっかりコピーライト入ってますね。で袖の方にも入ってます。こちらも表記ワンサイズで、先ほどと XL ぐらいあるいいサイズ感ですね。こちらの方でお値段、12800円に消費税です。続いてこちらもですね、先ほどと同じ同様のタグで、こちらは、スターウォーズの、周年、ちょっと何周年か忘れちゃったんですけど、周年の時に、テイラーケントが、デザインした T シャツですね。で、まあ、しっかり、コピーライト入ってます。で、肩の、袖の方にも入ってますね。でもこちらに関しては、ハリウッド、ロスの、街並みですね。ハリウッド書いてあったり、キャピタルレコード入ってたり、まあこっちに、ダース・ベイダーと C3POR2D ついて、まあ、なんかちょっとスーパーマンとかもいたりしてみたいな、そういう感じのプリントですね。でサイズもこちらも、XL ぐらいあります。こちらの方でお値段15800円に消費税です。続いてディズニーティーロジャーラビットですね。タグがこちらになります。サイズ表記はミディアムですね。でこちら、ボディの状態デッドストックの状態になります。なのでもう本当にピンピンです。でプリントはロジャーラビット、しっかりコピーライトも入っていて、87年のコピーライトですね。でバックは、バックにもしっかりプリント入ってます。でデッドストックの状態なので、ちょっとデッド特有の焼けが肩にありますね。まあ、ここら辺は選択していただければ落ちるかなと思います。サイズ表記がミディアムなので僕が結構ぴったりするサイズ感です。こちらの方でお値段が15800円に消費税です。続いてキーセーリングですね。ポップショップのタグでサイズ表記が S 表記です。グレーボディに、胸に、もうハートでキースのね、プリントがあります。可愛いデザインですね。でバックにもしっかりキーセーリングのサイン入ってます。しっかり袖裾シングルですね。サイズ表記が S なので S ですが、まあミディアムくらいあるかなって思います。
僕はちょっと小さめのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が9800円に消費税です。続いてピカソですね。タグがピカソのタグで、サイズ表記が、L 表記です。で、珍しい、グリーンボディに、ピカソのプリント、ニワトリですね。でしっかりこっちにもコピーライト95年入ってます。でボディの状態は、かなりいいですね。バックにもピカソのサイン入ってますね。サイズ表記 L ですが、ちょっと着丈長めのフルーツの XL ぐらいな感じですね。こちらの方でお値段15800円に消費税です。続いてスペシャルですね。タグはちょっと消えかかっててもう見えないんですけども、映画ボーイズンザフットの、ムービーティーですね。このフォトプリが本当になくて、だいたい題名がボーンってある黒ボディの白プリントのやつが多いと思うんですけど、白ボディで、このプリントはかなり珍しいかなと思います。でバックは無地ですね。ちょっとところどころ小穴があります。あとフロントのここにもありますね。ここら辺はちょっとリペアしていただく感じですかね。あとはまあちょっと薄汚れがあったりしますね。ですがこのプリント本当に見ないと思います。僕は初見ですね。でサイズも XL ぐらいあるんで、しっかりゆとり持って着れるサイズ感です。まあ、ここら辺の90のね、ヒップホップ好きの方にはぜひおすすめの1枚です。こちらの方でお値段59800円に消費税ですね。続いて、タグがライオンのタグですね。で、こちらファイアストーンのシャツになります。ちょっとこういう感じで切り替え入ってて、まあ、ファイアストーンのしっかりワッペンと、まあ、ネームですかね、入ってます。白ボディに赤、かっこいいですね。バックはこんな感じで、ちょっとね、左袖の部分に薄汚れがあります。サイズ比は、おそらくミディアムから L ぐらいですかね。まあ、僕が、ちょうどよく着れるサイズ感かなと思います。まあ、シンプルでかっこいいですね。こちらの方でお値段が15800円に消費税です。続いて、タグがこちらになりますね。サイズ表記の方が、L 表記になるんですけども、結構着丈が短めです。黒のベロアシャツですね。まあ、なかなか見ない、かなりレアなものだと思います。L 表記ですが、そうですね、先ほど言った感じで着丈がちょっと短めです。僕だとちょっとまあ短いかなと思うんですけども、おそらくまあミディアムとか着る方だったらちょうどよく着るかなと思います。こちらの方でお値段が12800円に消費ですね。珍しいです。続いてハワイアンですね。タグがこちらになります。メイドインハワイで、サイズ表記 M で、まあ、黒ベースに、ボーダー、まあ、ストライプなんですけどボーダーで、パイナップルですね。ピンクパイナップル、かっこいいですね。かなりバックはこんな感じです。でボタンが、ゼニボタン使ってます。サイズ表記が、M なので、まあ、僕が、まあ、ちょうどよく着れるサイズ感かなと思います。シンプルでかっこいいですね。まあ、黒のパンツなんかに合わせたらかなりかっこいいと思います。状態も結構いいですね。こちらの方でお値段が15800円に消費税です。続いてはレイオンのハワイアンですね。タグがこちらになって、こちらもサイズ表記 M 表記ですね。こちらは薄ピンクベースに花柄ですかね。はい。でバックはこんな感じです。こちらも特にねダメージとか見られなく状態はいいと思います。こちらも先ほど同様表記 M ですが、僕が、いい感じに着れるサイズ感です。薄ピンク、かなりかっこいいと思います。こちらの方でお値段が39800円に消費税です。続いてコットンハワイアンですね。こちらは、サイズ表記ミディアムです。ブラウンベースにちょっとベージュのプリントで、まあ、ハワイアンらしい柄ですね。でこちらもゼニボタン使われてます。でバックはこんな感じで、もうコンディションはバキバキって言っていいと思います。サイズ表記 M、まあ、こちらはまあミディアム、もう本当にミディ表記通りのサイズ感かなと思います。僕がまあジャストで着れるサイズ感ですね。
こちらの方でお値段が 25,800円に消費税です。続いてリーバイスのシャツですね。こちらタグがしっかりついてますね。サイズ表記ミディアムの、おそらくブリーチされてると思うんですけども、結構薄、色薄めです。まあ、夏にちょうどいいかなと思います。しっかりオレンジタブもついてます。でバッグはこんな感じですね。サイズ表記ミディアムなので、まあ、僕がジャストで着れるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が、5800円に消費税です。続いてラルフローレンですね。タグがこちらになります。サイズ表記 XL の、まあ、デニムシャツですね。デニムのボタンダウンシャツ、しっかり胸にポニー入っていて、しっかり色落ちはいいですね。で程度も、特にダメージ等見られなく状態いいと思います。ラルフの XL なので僕にはちょっとかなり大きめですが、ゆったり着ても可愛いと思います。こちらの方でお値段が、6800円に消費税です。続いてアーミーシャツですね。タグが、こちらで15ハーフ表記ですね。今胸に、ワッペンついて、肩の方にもついてますね。こちらに関しては、程度かなりいいと思います。色の汗等なく、本当何ウォッシュか、まあ、ある程度着てるとは思うんですけども、焼けとダメージなく状態はかなりいいと思います。15ハーフで僕がちょうどよく着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段が5800円に消費税です。シャツの最後ですね。タグが、クラウンプリンスになります。サイズ表記の方がちょっと見当たらないですが、おそらくまあ L ぐらいあるかなと思います。ブルーの、ブルーベースのレイオンで、胸にチェーンステッチでネーム入ってますね。でバックは、バックもチェーンステッチで怒りなんかあってね、ちょっとねこうミリタリー的なねノリはあると思います。サイズ僕まあ L 表記ないですけど、おそらく L ぐらいなので、僕はちょっとゆったり着れるいい感じのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が、25,800円に消費税です。続きまして、スウェットですね。こちらタグが、まあ、80から90のタグの、ディズニータグで、サイズ表記ラージですね。黒ボディにミッキーで、袖の方に赤と黄色の、切り替えがある、まあ、定番のデザインですね。まあ、状態は、特にダメージ等なくいい状態かなと思います。サイズ表記ラージ僕が、まあ、ジャストサイズぐらいで着れるサイズ感です。まあ、定番で人気の1枚ですね。こちらの方でお値段6,800円に消費税です。続きましてチャンピオンですね。タグが、90の刺繍タグで、サイズ表記 XL です。カラーが、まあ、グレー、スモークグレーみたいな感じのカラーですね。まあ、胸に スクリプトロゴで、バックはこんな感じです。こちらも特にダメージ等ないんですが、若干お腹周りにこう焼け薄地味があるかなっていう感じですね。ほとんど目立たないと思います。表記も XL で、もう僕がゆったり着れるすごいいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が6,800円に消費税ですね。続いてリバースウィーブですね。こちらが、トリコの2枚タグケアタグ付きのタイプです。サイズ表記ミディアムですね。でネイビーボディで、こちらも特にダメージ等なく状態はいいと思います。バックもこんな感じですね。まあ、目つきサイズ表記 M なので、僕にはちょっと小さいですかね。もうピタッとするサイズ感になります。まあ、しっかりね AT でケアタグついてるんでおすすめかなと思います。こちらの方でお値段が 12,800円に消費税ですね。続きまして、こちらは、刺繍タグの、チャンピオン刺繍タグ XXL ですね。まあ、目つきで、カラーがティファニーブルーになります。ところどころねお腹周りちょっと薄汚れやポツッとダメージはあります。バックはこんな感じですね。で、まあ、このカラー、珍しいですね。やっぱ向こうでもあんまり数少ないです。サイズ XXL で僕かなり大きめですね。やっぱ着丈が XX になると長くなるんで、まあ、レディースの方とかショーツで
入ってみ、来てみいただけたら可愛いかなと思います。こちらの方でお値段が 12,800円に消費税ですね。続いてリバースのプリントですね。こちらも刺繍タグ、こちらはサイズ表記ラージですね。グレーボディにラバー1段、大きめのラバーですね。バックは無地です。若干ですが、ちょっと画面だと見づらいかもしれないんですけど、この脇のステッチが、ちょっとだけ薄ピンクなんですよね。まあ、かなり珍しいかなと思います。サイズ表記もラージで、まあ、僕がいい感じに着れるいいサイズですね。需要いいサイズだと思います。こちらの方でお値段が 12,800円に消費税です。続いてもリバースリーブですね。こちらはトリコのミディアム表記です。グレーボディに、ラバー2段ですね。いい感じのひび割れプリントで、バックは無地です。こちらも特にダメージ等なく問題はないコンディションだと思います。ミディアム表記なのでちょっと僕には小さめですね。こちらの方でお値段 12,800円に消費税です。続いては刺繍タグですね。こちらもミディアム表記ですね。でグレーボディに、ラバープリント3段ですね。赤黒のバックはこんな感じです。こちらも、特にねダメージ等ないんですけども、左袖の部分に若干こう薄汚れがあります。ほとんど目立たないぐらいですけど、サイズ表記もミディアムで、僕、まあ、ミディアムですけど、まあ、僕全然、まあ、着れるかなっていうサイズ感です。若干大きめの M ですね。こちらの方でお値段 12,800円に消費税です。続いてジャケット、こちらナイキですね。ナインティーズ銀タグです。でサイズ表記の方がちょっと消えかかっちゃってますね。おそらく L ぐらいだと思います。ネイビーと白の、ツートーンで胸にスウォッシュで、バックに、大きくスウォッシュ入ってます。状態はいいと思います。しっかりリブの部分もゴム死んでないんで生きてます。表記が L くらいなので僕がかなりまあゆったり着れるいいサイズ感ですね。まあ、この辺は、この辺の年齢だとかなり作りも大きいので大きく着るのがかっこいいと思います。こちらの方でお値段が7,800円に消費税ですね。続いてハードロックの、メキシカンパーカーですね。お腹の方に大きくハードロックメキシコって書いてあります。でバックの方にも、同じプリント入ってますね。まあ、フードもしっかりついていて、コンディションは特に問題はないと思います。汚れ、ダメージと見られないですね。サイズに関しておそらく XL ぐらいあるかなと思います。僕はだいぶゆったり着れるサイズ感です。こちらの方でお値段7,800円に消費税ですね。続いてこれかなり珍しいと思います。80s のリーバイスで、70506サイズ表記 S ですが、ちょっとね、シャンブレっぽい色 でこちらデッドストックの状態になります。でタブもしっかりついてますね。本当デッドの状態なので、コンディションはもう本当文句なしで言うことなしですね。サイズ表記も S ですが、70505とかで言うと38ぐらいあるかなと思います。僕が、まあ、ギリギリ切れるかなっていう感じのサイズ感ですね。3638ぐらいです。かなり珍しいですね。こちらの方でお値段が 15,800円に消費税です。続きまして、シューズですね。こちらレザーシューズ、アレン・エドモンズのレザーシューズでウィングチップですね。でサイズ表記の方は、10ハーフになります。こちら全体的なコンディションで言うと、まあ、コンディションはかなりいいと思います。かかとのソールも、ほとんど減ってないですね。こちらの方でお値段が、12,800円に消費税です。続いて先ほど同様同じブランドですね。こちらもアレン・エドモンズの、レザーシューズです。でこちらは、サイズ表記の方が、こちらも先ほど同様10ハーフになります。ちょっと見づらいかもしれないですね。こちらも全体的なコンディションとしては、まあ、特にダメージ等なく、かかとの方は若干ですがすり減ってますね。
はい、でもまだまだ全然履ける、コンディションだと思います。こちらの方も、12,800円に消費税ですね。続きまして、チャコの、サンダルですね。こちらしっかりメイドイン USA 製です。でサイズ表記の方がないんですけれども、おそらく25センチぐらいかなと思います。ソールはビブラムソール使ってますね。まあ、若干ですがかかとすり減ってるぐらいですね。まあ、夏なのでちょうどいいかなと思います。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続きましてコーチバッグですね。こちら、ブラウンで全体的なコンディションとして、まあ、若干薄汚れがあるかなとは思うんですけれども、薄汚れそうですね、スレ等ありますが、まあ、レザーのそクリーナーとかで手入れしていただければ全然大丈夫かなと思います。僕が、こんな感じのサイズ感ですかね。まあ、レディースの方におすすめです。こちらの方でお値段が、7800円に消費税です。続きましてパンツですね。はじめに、リバースウィーブの、パンツです。タグがトリコミディアム表記の、ケアタグ付きです。ネイビーに、まあ、胸じゃないですね、刺繍、目つきで、まあ、ポケなしのタイプになります。コンディション的には若干、まあ、使用感ありますが、まだまだ履いていただけるコンディションかなと思います。ちょっと前に、ね、出したリバースウィーブと上下セットアップとかでもいいんじゃないかなと思います。ミディアムですが、リバースのパンツは結構レングス長めですね。ダボつかせて履くのがかっこいいと思います。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続いてタイガーカモのパンツですね。こちら内側の表記で、ちょっともうタグが見えない状態ではありますが、しっかりタグはついてます。納豆ですね。でこちら、全体的なコンディションとしては特にダメージはないんですけれども、まあ、使用感あるかなって感じです。若干色が褪せてますね。実寸の方で3631ですね。もうおそらくミディアムレギュラーとかそのぐらいだと思います。まあ、3631、僕若干大きめですけどもギュッて縛って履くのがかっこいいと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続きまして、リーバイスの519ですね。こちらカラーはネイビーになります。でバックはこんな感じですね。しっかり、リーバイスのタブついてます。コンディション的には特に股とか全体的にダメージ等なく、コンディションはいいと思います。内側のタグの表記で、見づらいかもしれないですけど、31ニック表記になります。レングスはオリジナルですね。で、85年のものになります。31ニック表記で、実寸が、ちょっと誤差があって、3230の実寸ですね。若干伸びてるかなと思います。3230僕履いてちょうどいいサイズですね。僕ぐらいの身長の方であれば、ちょうどよく履けるかなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税ですね。519でレングスしっかり短いのあんまないと思います。続いて、60年代頃の、ミリタリーのチノですね。こちら腰の部分に、そうですね、表記あって3231表記ですね。トップボタンがボタンタイプで、ジッパーがグリッパージッパーですね、使われてます。でバックはこんな感じで、まあ、全体的にコンディションはいいですね。特にダメージ汚れ等見当たらないです。実寸で3130ですね。僕が履いてジャストサイズです。まあいろんなねシーンで着れると思うのでかなり使い勝手はいいと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いて、こちら USA 製の501ですね。かなり色仕上がってると思います。でバックはこんな感じです。しっかりパッチもついていて3432表記、サイズもいいですね。タブももちろんしっかりついてます。でレングスもオリジナルで、まあ、薄ひげあって、まあ、若干こう耳はついてないんですけどサイドのあたりもいい感じに出てるかなと思います。色落ちとしては申し分ないですね。こちら3432表記ですが実寸で3332ですね。
まあ、僕若干大きめですが、ちょっと緩く履くのもありかなと思います。こちらの方でお値段9800円に消費ですね。続きまして、ヴィンテージデニムですね。こちらはダブルエアのペインターパンツです。しっかりタグもついてますね。でフロント、ボタンもしっかりついていて、ジッパーがこちらになります。もう見ての通り色はマッコンコンですね。もう本当ワンウォッシュツーウォッシュぐらいの程度です。まあ、マッコン好きの方にはねたまらないと思います。ステッチが黄色じゃなくて、オレンジっていうところも、いいですね。まあ、こちら、まあ、これからずっと色落ち楽しめるかなと思います。実寸で、3032ですね。まあ、僕がビタビタで履けるサイズ感です。こちらの方でお値段が29800円に消費税です。続いて、503BWX ですね。こちら色落ちはもうかなり仕上がってるかなと思います。でバックはこんな感じですね。しっかりパッチも残ってるんですけれども、ちょっと表記の方が読み取れないですね、もう。でももちろん503BWX なので、裏側の隠しリベットついてます。でスレーキの方はアルミですね。で足長、見づらいかもしれないですけど足長なので、まあギャラなしぐらいの年代ですかね。はい。ですがまあ夏仕様に仕上がった一本かなと思います。膝の部分穴開いてます。でお尻の部分も若干穴開いてますが、まあ、ここら辺はねリペアしていただければいいと思います。で、まあ、こっちのね膝の部分はいい味かなと思います。お尻の方はちょっとリペアした方がいいかもしれないですね。タブもしっかり残っていて、実寸で2730ですね。まあ、サイズが入るのであれば WX でこの価格はかなり安いかなと思います。羨ましいですね。まあ、女性の方にもおすすめの一本です。こちらの方で、503BWX、こちらの方で89800円に消費税です。続きまして、リーバイスの WX、もうマッコンコンですね。こちら、バック、しっかりレザーパッチ残っております。そしてタブは片面ですね。しっかりサイドステッチも長いです。もう色本当にマッコンコンなんですけども、ちょっとねレングスの方が上げられちゃってますが、しっかり綺麗にチェーンステッチで上げられてます。でこの濃さなので履いていくうちにどんどん馴染んで、しっかり当たりも出てくるかなと思います。なかなかないですね。サイズ大きめです。こちら実寸で38、レングス26ですね。サイズ入る方にはかなりいい一本なんじゃないかなと思います。僕はちょっと大きめですが、レングス短めの紐、ベルトでギュッてして履くのもちょっと昔っぽくてかっこいいかなと思います。こちらの方でお値段が45万8000円に消費税です。かなり濃いです。